皆さん、こんにちは。なつみです。今日のクラスは体全体を意識的に動かしていきましょう。体幹を強化していきます。ぶれない自分軸を持って生きるということは、肉体的にも精神的にもすごく大切なテーマだと思います。ただ、心というのはなかなか難しいですよね。客観的に見ても心がブレてるかどうかっていうのは判断しにくいです。自分自身でブレているっていうのが分かればいいんですけれども、でもわーってなってる時にとか、あとはもうパニックになってしまってたりとか、没頭しすぎてしまってると周りがね、見えなくなってしまうことってよくあると思います。そんな時にやっぱり体っていうのはすごくわかりやすいです。体がブレている時って客観的に見てもわかるし、自分で実践していてもわかりやすいです。なので今日は体っていうところからアプローチをかけて、最終的には心っていうところにアプローチをかけていきたいなと思います。ですから体全体を細かく細かく意識しながら観察して実践してみてください。それでは早速始めていきましょう。お水取ってない方はお水しっかりと取って準備してください。準備ができましたら呼吸から入っていきましょう。両足を伸ばして長座になります。背中後ろに倒していくので、後ろのスペースが十分空いているか確認して、ゆっくりと背中を倒していきましょう。背中が倒れたら、両手頭の上に万歳。気持ちよく伸びをしてから脱力しましょう。ふぅ。両足を閉じて、両膝をしっかりと曲げていきます。腰が浮いていたらお尻持ち上げ、腰下げて、両足の親指とかかととふくらはぎと膝と太もも、すべてくっつけてください。まずは、お尻や腰周りの硬さをとっていきましょう。そしたら両膝を左右に小さく倒していきます。ゆっくりと。呼吸は自然です。膝が倒れた方のお尻に圧がぐーっとかかっていくのがわかると思います。そのぐらい両足の力を抜いて左右に足を倒してみてください。動かしているという感覚ではなくて、勝手に足が倒れている。そんなような感覚に近いです。足の重さを使って、お尻や腰周りの筋肉の硬さをほぐしていきましょう。そしたら振り幅をもう少し大きくしていきます。そうすると今度は、お尻にかかる圧も大きくなっているのがわかると思いますが、お腹もねじれてくるのがわかると思います。お腹をねじりながらストレッチしていきましょう。意外とお腹の筋肉って凝り固まっている。それに硬くなっています。やっぱ背中を丸めてね、猫背の状態で何か作業をしていたりとか、立っていてもやっぱり姿勢が悪い方ってすごくたくさんいると思います。なのでお腹の筋肉ってぎゅーって縮んで、硬くなってしまっている。そんなお腹の状態で、例えば呼吸を整えてとかって言っても難しいと思うし、お腹を伸ばして伸びましょうとかって言っても分かりづらいと思うし、体幹とかって聞くと、やっぱり筋トレみたいなものをイメージするかと思うんですけど、例えば腹筋を強化したいと思っていても、縮こまっている腹筋、もう硬くなっている腹筋をいくら強化してもやっぱりいいものってできないですよね。土台が悪いから。お腹の筋肉をゼロの地点に戻してあげてから強化していくっていうのがすごく大事だと思います。男性はやっぱちょっと違うかもしれないけれども、やっぱ女性とかだとね、やっぱりくびれとかっていうのが、しっかりと出てきやすいと思うんですよね。でも姿勢が悪くてお腹の筋肉がぎゅーっと縮んでいて、それで腹筋一生懸命やっても、横から見た時にはね、こう板みたいな感じで薄っぺらいかもしれないけれども、正面から見た時に寸胴っぽくなってしまいやすいかなと思います。やっぱお腹のスペースを十分空けて、で実践していく。何かトレーニング、筋トレ、エクササイズ、ストレッチしていくっていうのがすごく大事。そしたらもう少し振り幅を大きくしてみましょう。外太ももと外側の床、外太ももと床がくっつくぐらい大きく左右に倒してみてください。ポイントは足首を動かして足の裏をマットから離し、かかとを軸に左右に倒していくとやりやすいです。つま先を反らないようにしてくださいね。つま先関係ない。足首を曲げて、足の裏を床から離して、かかとを軸に両足を左右に大きく倒していく。太もも離れないように、膝が離れないように、足がずれないように、両足を揃えて左右に大きく倒していきます。やってみてわかる通り、大きく左右に倒すだけの柔軟性も必要ですけれども、足が離れないようにするだけの内転筋、内太ももの筋肉の強さも重要になってくるし、真ん中に戻すだけの体幹も必要になっていきます。単純な動きだけれども、やることいろいろありますので、意識しながら動かしてみてください。それでは、振り幅をだんだん小さくしていきましょう。さらに小さくしていき、さらに小さくしていく。真ん中で動きを止めて、腕を下げ、お尻持ち上げ、腰下げて、腰が浮きすぎないように足を片方ずつ丁寧に伸ばしていきましょう。腕を下げますが、手のひら上に向けて、両肩リラックス。優しく目を閉じ、鼻の呼吸に意識を向けていきます。吸う息と吐く息、一つ一つ丁寧に行っていきましょう。特に吐く息をしっかりと吐くというのを意識しながら呼吸していきます。胸や肩が動いて呼吸している方は、胸や肩は動かさず、胸よりも下、お腹を意識しながら呼吸していきましょう。それでは、あと一つ呼吸します。吐く息をしっかりと吐き切れたら、自然な呼吸に戻りましょう。足が開いている方は両足を閉じ、体の線まっすぐにします。右の膝を曲げて、右膝と右胸を近づけ、両手右足を抱えていきましょう。指と指をしっかりと組みます。顎を引いて、肩と肩甲骨はマットの上に。腕の重さと腕の力を借りて、右膝と右胸をぐーっと近づけていきましょう。なるべく太ももとお腹、膝と胸を近づけてください。その時に、左足の膝が曲がったり、左太ももの後ろが床から離れすぎたりしている場合は、なるべく左足が浮かないように床に下ろしていきましょう。なるべく。右の股関節に少し圧迫がかかっていますけれども、そのまま自然呼吸です。右足のお尻から太ももの後ろにかけての筋肉を伸ばしていきましょう。腕の力は借りていますが、両肩はリラックス。顎と眉間の間には力を入れず、呼吸は自然です。さらに、右膝と右胸近づけられる方は、腕の力をさらに使ってぐーっと引き寄せてください。股関節に強い圧がかかっていきますけれども、しっかりと呼吸していきましょう。では、両腕を緩めて両手を離し、右足を解放していきます。圧迫から解放されたので、右足が力抜けているような感覚だったり、股関節がスーッと流れて何か軽くなるような感覚だったりあるかもしれません。確認してください。反対行きましょう。左の膝を曲げて、左膝と左胸を近づけ、両手は左足を抱えていきます。指と指をしっかりと組んだら、腕の重さと腕の力を借りて、左膝と左胸を近づけていきましょう。顎を引いて、肩と肩甲骨はマットの上に。なるべく太ももとお腹、膝と胸を近づけてください。その時に右膝が曲がっていたり、太ももの後ろが浮いていたりするならば、なるべく浮かないように床に近づけておきましょう。しっかり呼吸します。左の股関節に圧がかかっていきますけど、しっかりと呼吸していきましょう。さらにいけそうであれば、腕の力をさらに借りて、膝と胸、太ももとお腹を近づけていきます。腕の力借りているけど、肩はリラックスです。顎と眉間の間力抜いてください。呼吸はしっかりと。それでは両腕を緩めて両手を離し、左足を解放していきましょう。脱力。両膝を曲げて、両膝と両胸を近づけ、両手はそれぞれの膝を抱えていきます。腕の力を借りて、両膝と両胸を近づけていきましょう。腰が丸まらないように、背中はしっかりとマットの上につけておいてください。背骨出ないように気をつけて。両膝と両胸を近づけ、両膝外側から回し下ろし、両膝内側から回し上げる。両膝外側から大きな円を描きながら股関節を動かしてみてください。両膝と両胸をぐーっと近づけ、両膝外側から回し下ろし、両膝内側から回し上げる。両膝を大きく動かしながら股関節をほぐしていきましょう。太ももとお腹、膝と胸しっかりと近づけてください。それぞれの両手でぐーっと膝と胸を近づけながら外側から回し下ろすです。呼吸は自然です。股関節をしっかりと動かしながらほぐしていきましょう。座りっぱなし、立ちっぱなし、何々しっぱなしでもうカチカチに硬くなっている股関節です。ゆっくり、しっかり、丁寧に動かしていきます。カクカクしていたり、途中で動きが止まってしまったり、痛みがある場合もあると思います。できる範囲内でいいので、硬くなっていて縮こまっている股関節周りの筋肉を程よく動かしてみてください。動かなさすぎて不調になっているわけですからね。自分のできる範囲内でちょっとずつ股関節の可動域を広げていきましょう。現代人の方ってまあ私もそうですけれども、座りっぱなし、立ちっぱなしで動かないことの方が多いんですよね。なのに運動不足だとかって言って、急に歩き始めたり、急に走り始めたり、急に負荷をかけすぎたりすることで、股関節が傷んでくるわけですから。単純な動きかもしれないし、すごくシンプルな動きかもしれないけれども、こういう動きを通して準備体操をしていく、整えていく、緩めていく、ほぐしていく、温めていくっていう作業はすごく大事だと思います。ちょっと前ぐらいまでは肉体労働ですので、車もなかったし、交通機関もそんなに整ってなかったし、何するにしても体を動かさないとやっぱり生活できなかったっていう時代があったわけですが、私たちはね、もう車はあるし、交通機関は整っているし、その辺のコンビニに行くのですら車で行ったりとかね、するわけですので、なかなか歩いたりとかね、何かこう肉体的にこう労働してるかっていうと、そんなことはそんなにないと思います。なので、急に何かをし始めると、やっぱ体もびっくりしちゃいますからね。こういう動きを通して、ちょっとずつやっぱり体をほぐしていったり、緩めていったり、整えていったりするっていうのはすごく大事。しかも、ゆっくりこうやって動かしていると、あれっていうところがいくつかありますよね。なんかこう、股関節がなんか圧迫されている、違和感がある、痛みがある、動きにくい、硬い、カクカクしている。いろんな動き、いろんな気づきがあると思うんです。そういうところに気づきを入れて、自分の股関節が今どういう風になっているんだろうっていうのを確認する時間ってすごく大事だと思います。反対回ししましょう。外側から回し上げて、内側から回し下ろす。外側から回し上げて、内側から回し下ろす。外側から回し上げるときに腕の力を借りてぐーっと膝と胸を近づけ閉じる。内側から回し下ろすときにちょっと緩めてください。反対回しも行っていきましょう。腕の力を借りていますが、肩はリラックスです。で、両膝が開くのであればしっかりと広げて、股関節の可動域を大きくしていきましょう。上と下をつなげている一番大きな関節ですので、ここをね、しっかりとほぐしていくのってすごく大事。下半身が冷えやすい方、むくみやすい方、しっかりと股関節をほぐしてください。お腹が冷えやすい方、便秘が気になる方、女性特有の悩み、例えば生理痛とかホルモンバランスの乱れみたいなものが気になる方も、やっぱり股関節周りをしっかりとほぐしておくといいと思います。それでは、動きを止めて、両手を離し、両膝曲げた状態で床の上、足を片方ずつ伸ばしていきましょう。脱力です。それでは、腹筋を使って、体を起こしていきます。骨盤を立てるという動作も入ってきますので、骨盤を意識的にちょっと動かしてみてください。それでは両手太ももの上、顎引いて、腹筋使って頭と肩上げる。首の筋肉。そしたら腹筋さらに使って骨盤を立てながら上体を起こしていきます。難しいです。起きれたら、右の膝を曲げて、右足の甲を寝かせてマットの上、右足のかかととお尻をくっつけてください。右膝がまっすぐ正面向いているか確認です。大丈夫であれば両手はお尻の後ろへ、一歩ずつ歩くようにして背中を倒していきます。右膝が浮かないようにしっかりとマットの上に下ろしていきましょう。さらにいける方は肘を曲げていきます。片肘ずつ曲げていきましょう。顎引いてください。この状態でキープするのはすごく辛いので、もしこの状態でキープするのであれば、両肘を外側に広げて、背中をゆっくりとマットの上に下ろしていきます。で、ここまで背中が倒すことできない、難しいという方は両手をマットの上に置いて、最初のポーズでキープしてください。前太ももと付け根、下腹部を伸ばしていく。膝が広がらないように、膝が浮かないように気をつけて、前太ももと付け根、下腹部の筋肉を伸ばしていきます。もう座りっぱなしで作業している方が多い方ほど前太ももと付け根と下腹部は縮んでいるし硬くなっているので、多分この形、アーサナ難しいと思います。ちょっとずつちょっとずつ伸ばしてください。大事なことは頑張ることではなくて続けること。自分の体に合った伸ばし方って絶対あるから、そこを自分で判断して、で、しっかりと伸ばしていく。ゆるーく長く伸ばしていきましょう。呼吸は自然です。止めないように気をつけて。それでは体を起こしていきましょう。背中マットの上に倒している方は、体の向きを右腕左側にぐーっと伸ばしてあげると、お尻が浮いてきますので、左横向きになって足を伸ばして、体をゆっくりと起こしてください。両手のひらマットの上に置いている方は、そのまま上半身を持ち上げていきましょう。反対いきます。両足を伸ばして長座に、左のお尻をマットから離して、左膝を曲げて、左足の甲を寝かせたら、左足のかかとが左のお尻の隣に来ます。左膝まっすぐ正面向いているの確認してください。両手はお尻の後ろ。両手一歩ずつ歩くようにして背中を後ろに倒していく。ここで、結構ゆるーくね、心地よく伸びているなーっていう方は、ここでキープしてください。まあ、よく痛気持ちいいところでキープしましょうっていうのもあるんですけれども、やっぱ体がね、痛気持ちいいだと、こう、緊張してしまって、力入りすぎてしまって、硬くなってしまっている方もいるので、そういう方の場合は、心地よさだけで伸ばしてみてください。気持ちよく伸びているなっていうところで、伸ばしていきましょう。さらにいける方は片肘ずつマットの上に置いて、で、この状態でキープするのってすごく大変なので、できたら両肘を外側に広げて、膝開かないように、膝が上がらないようにね、気をつけてください。背中を倒していく。膝が開かないように、膝が浮かないように、前太ももと付け根、下腹部を伸ばしていきましょう。呼吸は自然です。それでは、体をゆっくりと起こしていきます。背中倒している方は、左腕を右側にぐーっと伸ばしていくと、お尻が浮き、体が右側に倒れていきます。そしたら、左膝を伸ばして体を起こしていきましょう。両手のひらマットの上に置いている方は、一歩ずつ歩くようにして上体を起こしてください。起きれたら、足をクロスした形で座っていきましょう。両手体の前に置いてお尻を持ち上げて四つん這いになります。両膝を閉じたらマットの前の方に手と膝を持ってきましょう。床に対して。腕と太ももが垂直。両太もも閉じてください。一旦伸ばしてあるからやりやすいと思うけれども、下半身しっかりとさらに伸ばしていきます。手と手の間に左の膝を一歩入れてください。大体でいいです。その左膝に体重をぐーっと乗っけて右膝を伸ばしていきましょう。右足とお尻を一緒に後ろに引いていき、かかとの上に左のお尻を乗っけてください。右足、さらに1ミリ2ミリ後ろにぐーっと引いていきます。右足の太ももをマットの上に置いてください。膝のお皿ではなくて右足の太ももをマットの上に置いていく。そのぐらい前太ももと付け根と下腹部を伸ばしていきます。そしたら今度、左足の足首を動かして、左足のかかとを内側に入れていきましょう。左膝が外に開かないように気をつけていきます。恥骨の前に左足のかかとが来るようにしていきましょう。そしたら肘と肘を曲げていき、両肘を閉じてください。両肘でマットをぐっと押して頭を下げて首の後ろはリラックスします。右足の前太ももと付け根をマットにぐーっと近づけながら、左足の外太ももと外側のお尻をマットにぐーっと近づけてください。呼吸は自然です。それでは、両手マットの上に置いて、上体を起こしていきましょう。息を吸いながら自分で背中をぐーっと上に引っ張ってください。両手の力は借りず、自分の力で背骨を上にぐーっと引っ張っていきます。両手の指先はちょこんと床の上。その手には体重かけず、自分で背骨を上にぐーっと伸ばしていきましょう。自然呼吸です。右足の前太ももと付け根下腹部を伸ばし、左側の太ももの外側とお尻の外側の筋肉を伸ばしながら、背骨を上にぐーっと引っ張って、さらに伸びを深めていきます。それでは手のひらをマットの上に置き、右足の足首を動かしてつま先をマットへ。5本の指先でマットをぐっと押して太ももに力を入れて右膝の裏を押し上げてください。前太ももと床を離していきます。結構難しいですね、これね。柔軟性と筋力のバランスが必要。腹筋、お尻を持ち上げて、右の膝を曲げていきましょう。左膝の隣へ。そしたら、右膝はこのままでいいです。右足に体重を乗っけて、左の膝を伸ばしていく。まっすぐ真後ろに。そしたら、左の足とお尻を一緒に後ろに引いていきます。右足のかかとの上に右のお尻が乗っかっていきます。そしたらもう少し左足を後ろに引いていき、前太ももと付け根を伸ばして、左足の太ももをマットの上に置いてください。膝のお皿じゃなくて、前太ももをマットにしっかりと下ろしていく。そしたら、右足首を動かして、右足のかかとを内側に入れてください。右膝が開きすぎないように気をつけて、恥骨の前に右の足のかかとを持ってきます。そしたら両肘を曲げて、肘と肘を内側に入れていく。両肘でマットをぐっと押して、肩甲骨同士を背骨から離していきます。頭を下げて首の後ろはリラックス。左足の前太ももと付け根をマットにぐっと近づけて、同時に右足の外太ももとお尻もマットにぐっと近づけていく。呼吸は自然です。4箇所ね、しっかりと伸ばしながら呼吸してください。それでは、両手をマットの上に置き、上体を軽く起こしていきましょう。両手の力を借りずに、背骨を上にぐっと引っ張ってください。自分で背骨を上にぐーっと引っ張っていく。両手の力は借りずに、背骨を上に引っ張っていってください。5本の指先をちょこんとマットにつけて、手の力は借りず、背骨を上にスーッと伸ばしていきましょう。左足の前太ももと付け根下腹部をさらに伸ばしていきます。鼻から息を吸いながら伸びていきましょう。そうすると結構付け根が伸びてくるかな。耳と肩は遠くに離してください。腕の力は借りず、背骨を上に引っ張っていきます。それでは両手のひらマットの上に置いて、左足の足首を動かしてつま先を立てていきます。5本の指先でマットグッと押して、太ももに力を入れて左の膝を伸ばしてください。左膝の裏をグッと押し上げていく。結構難しいです。腹筋、お尻をぐっと持ち上げて、左膝を右膝の隣に持ってきます。膝の位置を2、3歩後ろに引いて、両太ももを閉じて、かかとの上にお尻、両手を前に伸ばして肩肘緩めてください。おでこマットの上で脱力です。ゆっくり呼吸しましょう。それでは、腹筋使ってお腹をぐっと持ち上げて、上体を前に移動します。四つん這いに。後ろ足のつま先は寝かせててもいいし、立てていてもいいです。どっちでも。太ももの幅は拳1個分ほど開いてみてください。そしたら右腕を前に伸ばしていきましょう。手のひらマットの上。左手は左胸の下あたりに置いていきます。そしたらお尻の位置は変えずに、両胸と脇の下をマットにぐーっと近づける。右手前に伸ばせそうであれば伸ばしてください。両胸と右の脇をマットにぐっと近づけて、顔の向きが左。お尻後ろに引いたりとか、引きすぎたりとかね、お尻を前に出しすぎたりとかしないように気をつけて。お尻の位置を固定し、両胸と脇をマットにぐーっと近づけていきます。腕下げっぱなしで作業してると脇も詰まってきますからね、なかなかこう腕を前に伸ばして胸と脇を下げるって難しいと思います。吸う息と吐く息で右の側面の筋肉もストレッチしていきましょう。それでは、左手で体を支えて上体を起こしていきます。右腕元の位置に戻していきましょう。反対です。お尻の位置はここで固定。お尻の下にだいたい膝が来ています。左脇を広げて左腕伸ばしていきましょう。手のひらマットの上。右手は右胸の下あたりに置いていきます。そしたら両胸を下げて、左手前に伸ばせそうであれば前に伸ばし、左の脇をマットにぐーっと近づけていく。両胸と左の脇を押し下げて、顔の向きは右。こめかみマットの上です。右肘内側、肩下げていきます。あとは自然呼吸。左の脇をぐーっと広げて、吸う息と吐く息で左側面の筋肉を伸ばしていきましょう。肋骨周りの筋肉が特に動いてくると思います。脇もね、締めっぱなし。そうすると詰まりっぱなし。流れていかないので、老廃物が。肘を伸ばして腕上げるっていうのがすごく難しいかもしれないですね。肘が伸びなかったりとかするかもしれない。なんかそれは関節の硬さもあると思いますけれども、筋肉が縮まっているっていう硬さもあるし、体の老廃物が滞りすぎてしまっているっていう場合もあります。なので、しっかりと筋肉を緩めてほぐして、伸ばして流す。それの繰り返しですね。鍛えるのは二の次。二の腕が太いとかって言って鍛える方結構多いと思うんですけど、やってることは悪くないと思うんですよ。ただ、肉体がその動きについていけてるかっていうと、そういうわけではないと思います。筋トレ、エクササイズ、トレーニングというもの自体は悪くはない。ただ、それをこなすだけの肉体がちゃんと準備できているかっていうところですよね。では、右手で体を支えて上体を起こしていきましょう。元の位置です。両手マットの上に置いて、後ろ足のつま先を立てていきましょう。立てた方が多分バランス取りやすいと思います。両手を前に伸ばしていきます。脇を広げてください。そしたら、お尻の位置は動かさず、両胸を押し下げて、両手は前にもし伸ばせそうであれば伸ばしてください。両胸を押し下げ、両脇を押し下げ、顎をマットにつけるか、おでこマットにつけるか。吸う息と吐く息で、右と左の側面の筋肉を伸ばしたり緩めたりしていき、肋骨周りの筋肉をストレッチしていきます。呼吸は自然です。後ろ足のつま先寝かせててももちろん大丈夫ですよ。胸と脇が結構下がっていく方だと、つま先寝かせていても大丈夫かもしれないです。で、大事なのは、頑張って伸ばすことじゃないですよ。続けることです。胸や脇が広がらず、胸がね、マットに近づかなくても、いけるところまで、心地よく伸ばせるところまでにしておきます。そしたら、腹筋使っていきます。お腹をぐっと持ち上げて、両手を一歩ずつ体の方に引き寄せていく。筋力がないと腕の力だけに頼って起こしますので、肩が痛いです。柔軟性も大事だけれども、筋力も重要。バランスが重要ですね。戻れなくなっちゃうから。そしたら今度上半身と下半身、一緒に動かしていきます。太ももの幅は拳1個分ほど開いてください。手のひらはしっかりと広げましょう。指の間は全部広げてください。親指も人差し指から離す。手のひらはマットから浮かないようにペタッとつけてください。人手みたいな感じですね、手のひら。で、ペタッとマットにつける。後ろ足のつま先を立てて、両膝をマットから離し、両手でマットを前に押しながらお尻を斜め上に上げてください。両手でマットを前に押しながら、お尻を斜め上に上げていく。そしたら次の吸い気で膝を伸ばしていきます。つま先とかかとまっすぐ正面。両手でマットを前に押してお尻を斜め上に上げていく。お尻から背中まっすぐです。背中が丸まらないように気をつけて、片膝ずつ曲げ伸ばしをしながら、足をストレッチしていきましょう。背中は丸めず伸ばします。片膝ずつ曲げ伸ばしをしながら、アキレス腱、ふくらはぎ、膝の裏、太ももの後ろを伸ばしていきましょう。ゆっくりウォーキングしていきます。内股が二股になっていないように、きちんと確認してください。伸ばすところが変わっちゃうからね。お尻斜め上にぐいっと上げながらね、片膝ずつ曲げ伸ばし。手のひらをしっかりと広げて、手のひらマットに密着、両手でマット前に押しながらお尻を斜め上に上げる。手のひらがね、こう丸くなっちゃってると押せないからね、そもそも。で、密着してください。手のひらが浮いちゃう方は手首とか肘とか肩関節に負担がかかってくる。よく考えると私たち手のひらを広げるっていうの日常にあんまりないじゃないですか。だいたいパソコンしている。料理をしている。何か物を書いている。本を読んでいる。箸をつかむ。全部指関節とかね、曲がっちゃってるから。だからしっかりと手のひらを広げて、手のひらでマットを押しながら、ウォーキングしていきましょう。それでは両足のかかと高く上げて、つま先かかとまっすぐです。息を吐きながら両足のかかとをマットに近づけていく。床につかなくてもいいです。いけるところまで。両手でマットを押してお尻を斜め上に上げる。余裕がある方は両太ももに力を入れて、膝の裏をぐーっと押し上げてください。そうすると膝の裏がしっかりと伸びていくと思います。肋骨周りの筋肉を動かして呼吸します。なので、肋骨周りの筋肉が硬い方は呼吸が苦しいです。茶色のポーズでお休みしてください。頭上げて、手首にシワが寄りすぎている方も、手首に体重がかかりすぎているから、体重かかりすぎているから、チャイルドポーズでお休みとってください。深呼吸するように呼吸していきましょう。それでは腹筋、お腹をぐっと持ち上げて、かかと上に上げて、肩の下に両手首。両膝を曲げてマットの上。後ろ足のつま先を寝かせて、かかとの上にお尻を預けて、太ももの上にお腹です。肩肘緩めておでこマットの上。チャイルドポーズ。ゆっくり呼吸しましょう。お尻から腰にかけてを伸ばし、腰から背中全体にかけてを緩め。両肩リラックスです。ゆっくり呼吸とってください。それでは顎を引いて背中を丸めながら上半身を起こしていきます。最後顔が正面。大きく一呼吸。両手太ももの上に置き、そのまま自然呼吸です。普段上にあるものを下に下げて実践するということは、頭の血液の流れも一気に変わりますし、リンパの流れももちろんね、変わっていくので、いきなりね、頭を上げて動こうとするとクラクラします。それはめまいという症状かもしれないですけれども、ヨガの実践の場合はよくあることです。古い血液と新しい血液が入れ替わるときに主にクラクラする。そんだけ滞ってるということですからね。実践し続けて体の巡りがより良くなっていくと、そういうことも少なくなっていきます。なので必ずこの時間は必要になってくる。ゆっくり呼吸しましょう。それでは、目を開いていきます。お尻を持ち上げて足をクロスした形で、お尻を足の向こう側に下ろしてあぐらになりましょう。膝をなるべく外に広げていきます。土台を大きく上半身安定させていきましょう。両手お尻の隣に。そしたら吸う息で右腕高く上に伸ばしていきましょう。吐きながら上半身、左真横に倒していきます。背骨を斜め上にぐーっと伸ばしながら真横に倒してください。この骨盤とこのお腹の側面の筋肉が伸びないとね、なかなか難しいです。で、側面の筋肉が伸びてくると肘が伸びていきます。頭重いですので首の筋肉を使って頭を支えてください。伸ばしたいところがあるのであれば、それなりに筋力も必要になっていきます。頭コテンってやらない。首の筋肉を使って頭を支える。顔の向きを下向きにして、左手でもっとプッシュしながら、側筋使って体を起こしていきましょう。右腕を下げていきます。反対です。吸う息で、左腕高く上に上げて、次の吐く息で上半身右真横に倒す。倒すといっても背骨丸めず上にぐっと伸ばしてください。左膝が浮かないように下げていき、左の骨盤からお腹の側面をぐーっと伸ばしながら角度変えていきます。右肘曲がる方は曲げてください。で、肘が曲がっている方、多分皮膚が硬いんだと思います。まあ、関節の硬さっていうのもあるかもですけどね。首の筋肉を使って頭支えてください。頭コテンってしないようにしっかりと首の筋肉を使う。左胸を少し広げて呼吸を確保しましょう。柔軟性だけではね、ダメです。やっぱ体を支えられるだけの筋力もついてないと、伸ばしたいところが伸ばせなかったりとかする。次の吐く息で目線下げて、右手でマットを押しながら、左の側筋使って体を起こしていきます。腕を下げていきましょう。両手膝の上、呼吸整えてください。鼻から息吸って背筋を伸ばして、頭を下げていきます。吸い気で頭、右側から回し上げて、ゆっくりと。できたら喉元も伸ばしましょう。吐いて頭、左側から回し下ろす。ゆっくりと。吸い気で頭、右側から回し上げて、ゆっくりと。吐いて頭、左側から回し下ろす。ゆっくりと。頭が下がりましたら反対。吸い気で頭、左側から回し上げて、ゆっくりと。吐いて頭、右側から回し下ろす。ゆっくりと。吸って頭、左側から回し上げて、ゆっくりと。吐いて頭、右側から回し下ろす。ゆっくりと。頭が下がりましたら、次の吸い気で顔が正面。大きく一呼吸。ゆっくりと目を開いてみてください。両足を伸ばして長座になりましょう。背中後ろに倒していくので、後ろのスペースが十分あるか確認して、ゆっくりと背中を倒していきます。脱力。両手頭の上、万歳。気持ちよく伸びをして脱力しましょう。足開いている方は両足を閉じて、両膝をしっかりと曲げていきましょう。つま先、かかと、ふくらはぎ、膝、太ももすべてくっつける。膝を左右に小さく倒していきます。お尻と腰回りをほぐしていきましょう。少しずつ振り幅を大きくしながらお腹をねじってストレッチします。振り幅をさらに大きくしていきましょう。かかとを軸に足を左右に大きく倒していく。ゆっくりと。肋骨周りの筋肉も伸ばしていきます。両肩浮かないように気をつけて。そしたら両足を左側に倒したらキープしましょう。膝がずれないように右の骨盤ぐーっと左へ倒して、外太ももと床をつけていき、膝が離れないように上の足で下の足を押す。真ん中に戻ります。両足を右側に倒していきましょう。膝がずれないように左の骨盤右側にぐーっと押す。上の足で下の足を押し、太もも離れないように、外側の太ももが床につくようにしていきます。真ん中に戻り、両足を左側に倒していく。右の骨盤ぐーっと左へ、上の足で下の足を押し、太ももが離れないように、外太ももが床につくようにしていきましょう。真ん中に戻る。両膝を右側に倒していきます。左の骨盤ぐーっと右へ押して、上の足で下の足を押し、外太ももと床をつけ、足と足が離れないようにする。両膝真ん中に戻してください。お尻を持ち上げ腰下げて、膝と胸を近づけ、両手で両足を抱えていきます。顎を引いて肩と肩甲骨マットの上、腰を丸めて伸ばしていきます。膝を左右に小さく倒しながら背骨の外側にある筋肉をほぐしてください。真ん中で動き止めたら腕と足を下ろしていきましょう。脱力です。腕下げますが手のひら上に向けて。優しく目を閉じ、体全体の力を抜いていきましょう。鼻の呼吸に意識を向けていきます。それでは少しずつ意識外の方に戻していきましょう。足先と指先を軽く握る、開く、握る、開く、感覚を取り戻していきます。動きを止めて一呼吸です。ふぅ。両膝を曲げて、体の向きを右側に倒して横向きにしましょう。体を支えて上体ゆっくりと起こしていきます。起きれたらあぐらの姿勢で座っていきましょう。膝をなるべく外に広げて土台を大きく上半身安定させてください。両手膝の上、優しく目を閉じ、呼吸を整えていきます。両手、胸の真ん中に合わせて合掌です。皆さん今日もこの時間のクラスに参加していただいてありがとうございました。ぶれない自分軸を作るというのはすごく難しいです。イメージ的なものですけれども、ぶれない自分軸を作るっていうと、本当にもうびくともしない軸作るんだっていうイメージがあるかもしれないですけれども、やっぱり柔軟に対応することってすごく大事ですので、びくともしない軸を作ったらやっぱり体ってね、カク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 動いてしまって、全然融通が効かなくなってしまったり、心もそうですよね。やっぱり柔軟に対応しないといけないところって絶対人生のどこかには出てきます。なのに、こだわりが強すぎてとか自分の考えをなかなか曲げられなくて、うまくスムーズにいかない時ってあると思います。一番理想的な体づくりってやっぱりしなやかな身のこなしができるかどうかだと思うんですね。しなやかさってすごく難しくて、強さの中に柔軟性もないといけないので、しなやかな身のこなしってやっぱすっごく難しいです。から伸ばしたいところは伸ばしたいけれども、でもその伸ばすために使うところもあったり、使うために力を抜くところもあったり、やっぱりしなやかに体をこなしていくってすごく難しいですよね。精神的な部分も同じだと思います。ぶれないその自分っていう軸を持つんだけれども、でも柔軟に対応できるようにしなやかに対応していく能力、身につけていくってすっごく難しいけれども、すっごく大切だと思うし、身につけるだけの価値は十分あると思います。だから体をガチガチに固めすぎても良くないし、鍛えすぎても良くないし、かといってストレッチだけをやっていても良くないです。やっぱりバランスってすごく大事ですので、ヨガの実践の中には、ヨガが万能っていうふうに言いたいわけではないけれども、でもヨガの実践ってやっぱり柔軟性もあるけれども、筋肉を使うところもあったり、力を抜いて呼吸するところもあったり、瞑想するっていう技術も入っていたり、呼吸法っていう技術も入っていたり、様々なその技術がぎゅっと凝縮されて、一つのクラスが出来上がっているので、ヨガっていうものをメインにしなくてもいいけれども、サブにする。もしくはサブ以下でもいいです。スポーツ、エクササイズ、トレーニング、ストレッチ、何かそのものの、助けにはサポートにはなると思うので、ヨガというものを何かそういう動きの中と組み合わせながらやっていくっていうのはすごく大事なんじゃないかなって思います。この時間が皆さんの日常のほんの少しでも役に立つような時間であったらとっても嬉しいなと思います。この後もどうか素敵な時間をお過ごしください。そんな願いを込めて、ナマステー。